不気味なくらい静かですね。きっと逃げる間もなく感染が広がったのよ。静香さんは、これはウイルスだと。凶予母子凶暴化させる。そんなことができるのはウイルスである可能性が限りなく高い。ワクチンができればどんな危険なウイルスにだって対抗できる。希望はあるのよ。だったら感染を止める解決策を見つけることを。さあ、もうすぐ埼玉抜けるぜ。その前に腹減りすぎだよ。サービスエリアでなんか食えるもの探そうぜ。